おはよう。はい、こんにちは、たかしです。では本日はこちらのゲーム、リトルナイトメアをやっていきたいと思います。こちらのゲームちょっとキプレイなんですけど、まあ結構面白いゲームなんでね、皆さんにも見せたいと思って実況していきたいと思います。で結構このね、操作とかも細かいんだよね。操作ってかもう、いろんなね、描写が細かいんですよ。ほら、足元もね、水っていうか水滴、あと転んだりとかもあるんですよ。物につまずいたりとかもあります。で、ライターとかもつけれるんですよ。で、まあこういう感じで暗闇とか進んでいきます。で、さっきちょっとちっちゃいなんか三角の形をした小人らしきものがいたじゃん。まああれも後々ね、いっぱい出てくるんですよ。で、ここは、ノームじゃねえや。ノームはさっきのサンクです。これはモーっていう船だったかな、確か。の中なんですよね。それでは進んでいきましょう。で、こういうランタンとかをつけれることができます。これはセーブなんかな、確か。そしてシックスちゃんはね、暑さを感じないので、こういうことをしても一切ね、手を離したりとかもしません。暑さに強い体質です、シックスちゃん。で、こうやって掴んで、まあ、とりあえず進んでいきましょうか。はいはいはい。いいよね、この描写。こういうね、周りがでかいっていうかね、こういう狭いとこを進んでいくっていうのは面白いよね。とりあえず進んでいきましょう。はいはい。お、立っちゃった。立たなくていいところが立っちゃったよ。まあ、とりあえず先に進んでいきましょうか。で、結構もうっていう船の中ですから、こうやってね、結構水浸しっていうかそういう場所が多いんですよね。それでは階段を進んでいきましょう。で、このゲーム階段登り方は、普通に登るのもいいんですけど、こうやって、頭を振って登ると、ちょっと早いですね。ほら、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 この登り方が一番早いです。多分。で、こういうことでね、ジャンプしたりとかすると、なくなります。死にます。ま、リトルナイトメアということで、こういう悪夢を見ていたのか、こういう夢から覚めるっていう描写で復活するんですよね。面白いよね、この描写。こういうのも好きなのよ。それじゃあ、頭を振っていきましょうか。まあもちろんね、こういう登り方をしていると、体力もなくなっちゃって、シックスちゃん疲れちゃうんですよね。なんで、適度に走ったりとか、長く走ったりとかするときは、ちょっと注意しながら進みましょう。体力が消えちゃうかもしれないんで。で、ここには、ちょっとした陶器の人形があるんですけど、ちょっと気味が悪いんで割っときましょうか。そうするとね、ちょっと気持ちのいい物質が出てきて、ちょっとね、決まっちゃいます。決まります。最高のね、煙を吸いましたね。タバコなどがありまして、まあ休憩室なんでしょうね、ここは。上から降りてきて、下に降りるって感じかな。ここで休憩してね、ハンモック状の椅子があります。まあ、それにしても雨漏りがひどいですね。このバケツでこと足りるかな。まあ、とりあえず先を進みましょう。ういっと。よいしょ。あら、高さが足りない？スプリング性能がない布団ですな。あ！そうなんですよ。そしてここに来ますと、何やらね、揺れている浮いた男性らしきものの死体ですかね。があります。で、手紙もあることですし、まあ、ラブレターですかね、これは。で、まあ、この、リトルナイトメア、後々ちょっと出てくるんですけど、ちょっと日本を意識したね、描写が出てくるんですよ。なんでこれは多分あれですね。ブラック企業に疲れた男性とかサラリーマンとか表してるんですかね。スーツ着てるっぽいですし。まあ、とりあえず先を進みましょう。で、まあ多分この用途をなくなった椅子を使って、こう扉を開ける。可愛いですね。トムジェリーとかでよく出るよね、こういう描写。好きなんですよ。で、何やら便器だけがあるっていうね。おかしなとこですけど。で、手形がついた冷蔵庫を開けると、先ほどの三角の形をしたノームというキャラが出てきます。そのノームちゃんは、まあ、この先を進むと、いるんですよ。で、寒がってるようなんで、ランタンをつけて、温めてあげると。かわいいよね、この手の擦り合わせる動作。大丈夫？もっと暖かくなりなよ。こうすれば暖かいよ。
まあこんな感じ、シックスちゃんは暑さを感じないんですよね。で、このノームは抱っこすることができるんですよ。かわいいよね、こういうの。このグリグリした動作。まあもう用はないんでね、置いてきますけど。とぼとぼとかわいい顔、かわいい顔してんだよな。かわいい顔っていうか、かわいい姿してんだよな、ノーム。このゲーム唯一の癒しキャラです。それでは先を進みましょう。いやー、それにしても、雨漏りがすごいよね、この船、本当に。船として機能してんかな、これ。本当に。で、上からね、ちょっとヒルらしきものが落ちてくるんですよ。で、これ、要注意で、可愛いと思って近づくと、締め殺されます。なので、これは、なるべく触れないように、近づかないように進みましょう。悪い夢を見たみたいですね、シックスちゃん。とりあえずは先を進みましょうか。はいはいはい。まあ上にいるね、やっぱりまた。また落ちてくるんかなと思ったけど、落ちてこないやつもいるんですよ。死んでんかな。で、レバーを引くと、扉が開きます。で、ここにこういうランタンとかなるべくつけていった方がいいんかな、確か。よし、つけていきましょう。ほらほら。ああ、はまった。はまった。あっつ。さすがに燃えた。よいしょと。上にヒルルがいっぱいいるんですけど、なんかこいつらね、多分明るいところは活発に動けないんですよ。なんでここ今ちょっと光が当たって明るいんで、多分落ちてこないやつですね。閉じた。危ね。もう少しで首挟まれるところでしたね。で、力持ちのシックスちゃんはこういうとこも外せます。はいはい。いやー、それにしても、奇妙な空間ですよね、この。この空間の描写が好きなんですよ。おっと泥だらけに。あいつらの粘液が。で、ここで、ちょっと、ここがちょっと怖いっていう人がいますね、多分。一番怖いっていう人も。あの、ヒルたちが襲ってくるんですよ。まあ、ここは焦らず進んでいって、この先の扉を倒すと、安全に逃げれます。いや、それにしても、シックスちゃん、怪我されちゃったね。こんな黒目。これが私?こんな汚いのが私?信じられませんね。まあ、とりあえず先進みましょう。確か、でも、ここら辺なんかあったっけな。何もないか。ここら辺じゃなかったっけな。あ、いた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 。で、こういう細いところ結構ね、高さがあるんで、で、しかもこれ、踏み外したら結構下まで落ちちゃうんで、なるべく気をつけて渡りましょう。こんな感じで、ゆっくりと、歩きながら進みましょう。急がば回るって言葉もありますからね。なるべく慎重に進みましょう。で、ここちょっと暗いんですけど、まあ、左にも空間があるんですよ。ちょっと、これで、カメラ移動してみたらわかるんですけど、ちょっとした仕掛けがありますね、あそこに。明かりっていうか。で、あれはここを開けるための装置でして、この先を進んでいき、これを回します。で、ここまで回して持ったら、ちょっとここで一回止まった方がいいですね。この後これを離していくんですけど、これが結構時間制限あって、だんだんと閉じてっちゃうんですよね。なんで、ちょっとここで止まって、深呼吸して、進むぞって感じで行きましょう。で、ここ走りだけじゃなく、スライディングなどもしていきましょうか。できなかったな、スライディング。忘れたわ。スライディングどうボタンだっけな。スライディング、スライディング。いやー、スライディングの操作あるんですけど、忘れてしまいましたね。どのボタンだっけ?確かどっかがスライディングのボタンだったんですけど、忘れちゃいました。まあ、とりあえず、使わなくてもいけるんで行きましょうか。まあ、しゃがみと走りを覚えてれば、基本このゲームは進めますから。で、ここで、敵キャラが出てくるんですよね。あの、手の長い管理人という、敵キャラが出てきます。でもこの人もね、あんまり悪い人ではなさそうなんだよな、正直言って。仕事に全う、仕事を全うしてる人だと思うんだよな、正直。うん。割といい人なのかなって描写もちょっとは出てくるんですよ。まあ十分悪いやつなんですけどね、そんなこと言っても。で、ここ見ますと、何やでっかいネズミがいますね。汚らしい。衛生管理がなってるんですね。で、これちょっと
詰まっちゃう人もいるんですけど、ここで。これ、扉が開けたことによって、この仕掛けは見えなくなっちゃうんだよね。このレバーの仕掛けが。まあ、ここにレバーがあるってことを知ってれば、進めるんですけど、最初はそれを知んなくて、あ、この先進めるんだと思って、バチーンと。こんな感じで、やられてしまいます。電気が流れてるんですね。まあ、ネズミもいるから、まあ多分あそこはネズミを通したくない場所なんでしょう。多分ネズミをやるための仕掛けが仕掛けられていますと。あ、思い出した。スライディングこれでしたわ。走りながらしゃがむボタンか。ちょっと忘れたね。で、これは、持って、このトイレットペーパーが入った箱を持ってと、このレバーを引くと、結構このゲーム時間制限の仕掛けが多くて、この時間制限ですね。まあ、ゆっくりここら辺見たいんですけど、ちょっとその気持ちを我慢して、進んでいきましょう。まあでも結構面白いんだよね、ここら辺も。なんか、いろんな遊具があるなーとかさ。なんか、回転する。いたー！小指に当たりましたね。今のは。めちゃくちゃ痛いやつですね。まあでも、ここ、時間制限あるとは言いましても、ここをちょっと上に進んでいただくと、ここにね、隙間があるんですよ。ここを通るとまたここに戻れます。なんで、まあ、一回で行けなかった場合は、これを使って戻りましょう。なんか意図せず解説実況みたいやってんな。ただ楽しみたいだけなんだけどね。うしょっと、いたー！やっぱ周りがでかいんだよね。周りがでかいっていうか、シクちゃんがちっちゃいんか、これは。周りのものがでかくて、ね。だって子供と言ってもちっちゃすぎるもんね、この体は。だから多分、この小人たちがいるんでしょうね。普通の人間の他に。こういうシックスちゃんみたいな子供たちがいるんでしょう。生物っていうかいるんかな、そういうのが。で、ここ。ここはですね、目があるんですよ。目の仕掛けが。これはちょっとね、この光当たると、体が石化しちゃうんですよ。ほら、あそこにいるなんか、フィギュアじゃないけどさ。あんな感じのやつはいいんじゃん。あれはここで石化してしまった、この子供たちなんでしょうね。いやー、かわいそうに。こういう暗い描写ってかね、闇っぽい描写が出てくるのが好きなんだよ。なんか、語らないけど、このゲーム、説明が一切ないんだよ。テキストとかは一切出てこないんだけど、そういう説明しない怖さっていうのが、いいよね。それでは。ここの下に、さっき、ちょっと見えましたね。また、ノームくんがいます。よいしょっと。で、ノームくんの絵もあるんですよね、ここなんか。物置らしき場所に、ノームくんらしき絵があるんですよ。かわいいな、この描写。この絵をじっくり見てるけどね。なんか思い入れがあるんですかね、この絵に。こいつはどこまで連れてけんだろうね。ちょっと、あんまり持たないんだよね、もう。正直。この上に乗っけたいとか。この穴入れらんないかな。よいしょっと、ダメか。ただノームくんを叩きつけただけだったわ。壁に。でもノームくんだって一回抱くとね、こうやって後ろついてきてくれるんですよ。可愛いですよね。けなげですよね。なんでしょうかね。愛情にでも飢えてんですかね。人の体温に。まあ、そんなことはさておき。とりあえずここ進んでいきましょう。で、ここ右行くのもいいんですけど、まあ、右が正規のルートなんですけど、ちょっと左行ってもらいますと、空いてる部屋があるんですよ、ここに。まあ、この部屋は何ぞやって言いますと、まあ、ただのね、休憩室でございます。何やら手形がいっぱいあると思いますが、多分休憩室ですね。下にヘドロがめっちゃあるんだよな。汚らしい。で、またこの気持ちよくなる煙が入ってる陶器があるんで、これは吸っておきましょう。あー気持ちいい。あーまあ、ね、ここでちょっと気持ちよくなれるっていう場所です。まあ、休憩室だからね、多少気持ちよくなってもいいでしょう。で、この後は右に進みましょう。で、この部屋に行きますと、先ほどの管理人という部屋が出てきます。で、この時はベッドの下に隠れましょう。で、この管理員さんなんですけど、
こんなライトつけたらバレるじゃんって思うじゃん。そうじゃなくて、この管理さん、なんか、目が悪いらしくて、音で物を判断してみたいなんですよ。なんで、ちょっと左抜けたら走っても大丈夫です。これちょっと、もう追ってきませんから。で、こう見ると、上見るとね、子供たちが寝てるんですよね。私と同じぐらいの身長の。やっぱり小人がいるんですね、この世界には。小人を育ててるんですかね。託児所的な感じなんかな。うん。船なんで、まあ、客がいるんで、その客たちの子供たちを預かったりするんですかね。素晴らしい船ですね。そういう親も楽しめるという空間を用意する。親を試してるか。親に育児という、ね、ちょっと大変、まあ楽しいけど、まあ大変なね、ものをね、ちょっと和らげてくれるという素晴らしい船ですね、この船は。このモーという船は。最高ですね。まあとりあえず先に進みましょう。おいおいおい。で、足、こういう足場も歩けます。まあ俺が歩いたら多分足踏み外してね、思いっきし大事な部分にバシャーンって当たっちゃうと思うんですけど。シックスちゃんバランス感覚に、シックスちゃんバランス感覚いいですからね。おや。何やらね。お腹押さえてます。大ピンチですね。こんなところで腹痛が起きてしまったら。もう、トイレを探すとしても、見つからないですよね、こんなとこ。この影でするしかないかな。髪ある？この甘かっぱで拭くかい？この水を弾く甘かっぱで、ケツ拭くかい？と思うんですけど、ちょっとこれ多分腹痛じゃなくて、多分っていうかまあこれ普通腹痛じゃなくて、お腹が空いただけなんですよ。大げさですよね。お腹が空いただけで、この描写。で、何か食べ物ないかな？食べ物ないかなって、アンパンマン！お腹が空いたよーって言いながら歩いてると、奥にいる男の子はですね、パンをくれるんですよ。そなたがアンパンマン。アンパンマンはみんなの心の中にいますからね。多分この子もね、アンパンマン見ながら育ったんでしょう。そういう分け与えるという優しさが、やっぱり育まれてますね。うお、お腹いっぱい。よし、行きましょう。ありがとうも言わずに行きましょう。大丈夫かな？あのパン。お腹空いてない？こいつ。まあ大丈夫でしょう。で、ここに行きます。で、ここなんですけど、ここに自動首吊り機があるんですけど、まあこれは後々使うんで、一応ここにそういうものがあるっていうことだけは覚えておきましょう。で、進みます。シャワー室がありますね。ただ通るだけシャワー浴びれる。素晴らしい空間。で、ここに行きます。いやー、下見えないなー。高いね、これ。どんだけ高いんだろう。高い！すごい高い。もうこんな落ちたらひとたまりもないですね。で、ここ電気が通ってんので登れないので、こっちを進みましょう。道なき道を進む。開拓者ですね、シックスちゃんは。それはシックスちゃんっていう、俺この子の名前紹介したっけ？紹介せずに俺この子をシックスちゃんって呼んでる？それだったらごめんね。この子シックスちゃんっていう名前、可愛い名前がついてるんですよ。6番っていう名前がついてるんですよ。なんでしょうね。日本でいう太郎っていう感じかな。で、この上を進んでいって、道がないと思うんですけど、この鎖が登れます。これ最初俺見つけられなかったな。ここら辺めっちゃ歩いたわ。見つかんないと思って。どうやって登るんだと思って。で、こう、ちょっと高いとこまで行ってからジャンプします。割とここ離れてて、この、ちょうどここら辺で、あ、結構ここら辺離れてて、ここら辺ジャンプしちゃうと、届かない場合があるんですよね。なんで少し高めのとこからジャンプしましょう。で、これは、はしごを登るのかな？はしごを登るのかな？と思うんですけど、まあ違います。こっちありますね、普通に。先ほど登っていった、こういう檻だね。ちっちゃい檻の中を進んでいきましょう。檻の端っこか、中じゃなくて。なんかこの小さい檻があるってことはね、何かを捕らえたりするんでしょうか。まあネズミですかね、やっぱり。よいしょと。で、これをやったら、
このレバーを押したら、この重りがね、登っていって、ここまで来てくれます。で、これを使って、あちらの反対側に移るんですけど、この状態だとちょっと届かないんで、一回右に寄せて、吸います。で、この後に、左に動かすと、乗れて、こっち側に移れます。要注意！うい！俺だったら落ちてるね。かっこ悪い。で、これもちょっと高めのとこからジャンプしましょう。いやー。で、ここに来ると、資料室的なとこに来るんかな、これは。で、これはまあ、上に登るために、このね、ロッカーを開けて、登りましょう。で、ここも確か、ロッカーちょっと開けると足場ができるんで、登って、ここに行きましょうか。で、このレバーを下げると、電気が止まります。停電を起こすことができます。まあ、どっかでこれでね、異常できても、まあ、シックスちゃんには知ったこっちゃないので、とりあえず進んでいきましょう。で、ここに来ると、あのね、またノームくんがいるんで、これは抱っこしておきましょうか。可愛いから。あ、こんなとこにいて。可愛いですね。ゲッター！いやでも本当にこうノームくんだけはね、このゲームのね、癒しですから。大切にしていきましょう、本当に。では行きましょうか。では先ほどね、このロープの下は、あの下にあった自動首吊り機の場所なんですよ。なんで、この重りを下げると、このレバーが登っていって、自動首吊りがあります。でも、シックスちゃんにはこれは大きすぎるんで、これはもうぶら下がるだけにしましょう。首をね、下げるんではなく、手でぶら下がるだけにしましょう。危ないですからね。プラーン、プラーンとしながら、楽しく。わ、かわいいかわいい。足パタパタするんですよ。で、ここまで来たら大丈夫ですね。降りましょう。いやこのね、闇の空間がするんですよ。で、この、電気はさっきまでついてたんですけど、消えたんで、のみじゃねえか。ヒルが出てきます。いやいいですねこの闇の空間。怪しいよね。ほんとこの空間。この世界観が大好きなんですよ、私。それでは先を進みましょうか。お。そうですね。ここに来るとまたあの目が出てくるんですよ。なあ、で、これは、まあ、本来だったら、この動くね、掃除用具入れあんじゃん。あれの後ろを 通りながら行くんですけど、まあ、こっちからでも行けます。動くものに目をやるんで、あれが動いてる間に抜けちゃいましょう。で、ここはま、ただ進むだけで OK ですね。と思ったら、足場がなくなってきます。ここはでも焦らずに、走ってジャンプして乗っちゃいましょう。そうすると、進めますね。これは最初びっくりします。俺もうわーって言っちゃいましたね。これ最初やった時は。ジャンプスケアじゃないですけど、ちょっとしたこういう驚かし要素がめっちゃ出てくるんですよね。そしてこの開いた扉を通ると、チャプター1クリアです。いやー、いいよね、本当に。このゲーム。面白い。また目に見られてますね。これ監視カメラだったりするんですかね、この目は。まあでも今回時間もいいとこいいとこですし、ここにしましょうか。いやー、キプレイだからサクサクプレイできていいね。こういうゲーム。おう、そこジャンプできたんだ。いやー、あっちも足場があるからあそこも行けたりするんかね。まあとりあえず今回ここにしましょう。リトルナイトメア。実況しました。まあね、本当にこのゲームね、面白いゲームですから、プレイしてみてほしい、本当に。それではまた次回の動画で。バイバイ！